とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久々にマルチで古代狩りやっていきましょう。とりあえず3周行きますね。どんなやつが出てくるんでしょうか。久しぶりだな。お、来たね。あったあった。23。まあまあ、出る可能性は、あるね。出る可能性はあります。いいかな、みんな。あ、1人も準備 OK ね。じゃあ行くよ、行きまーす。任せる感じでいいのかな。どこ、ボスどこにいるか全然見えない。あー、いたいたいた。ははいた。全然見えん。はいはい、久しぶりにマルチで来たけども、おー、やっぱみんな強いな。戦闘力が全体的に上がってる気がするね。1周目は1体だけでしたね。若干微妙。では、商人。商人もね、これなんかね、最近出ないよね。うん。たまーにやるけど、全く出ないんだよな。なんだろうね。やっぱり幸運の効果が、微妙な感じになってるんだろうね。ああ、ありがとうございます。幸運が多分微妙な感じになってるんだと思う。はい、次。いやー、渋いなー。いや、本当に渋い。はい。まあ、次行きましょうか。はい、2回目、ボス、出ました。あ、ここか。OK かな、みんな。OK?いいかな。じゃあ行きましょうか。確かあれだよね、横からバーってくるやつでしょ。もん、あ、これちょっときつい。あ、やべ、相当きつかった。 OK、 あとこのザコ、よし、 OK。 イカで行かないとやっぱきついね、きついね。2周目も全然出なかったね。もうちょっと来てもいいと思うんだけど、なんだろうな、最近ほんと古代狩りがあんまり良くなくなった。なんでしょうね。まあとりあえず見ていきますけども、よろしくない。次、ああ、まあまあいらないね。いやー、しょぼいなー、本当に。どうした、古代狩り。いや、逆に、幸運をつけない方がいいのかな。いやー、これはしょぼいって。全然いいのが出てきてくれない。まあ、3周目行きましょうか。3周目、いきなり。来ましたね。17だから、まだ出る可能性はある。うん、でもさっき18で1体だったんだよな。とりあえずあと1人来るまでちょっと待ちましょうか。いるんだけどな。ああ、多分こっち向かってる向かってる。来ましたね。では、行きましょうか。やっぱみんなこっから飛ぶんだな。よし。いいかい?じゃ、行くよ。いきまーす。まあ、ここは余裕で倒すでしょう。よし。まあね、バブルバーストはなしだから結構きつい時がある。よっしゃ。OK ね。エンターテイナー、みんな、みんな微妙だね。全然出ない。ほんと出てないね。いい場所来たね。久しぶりで見た。いい?みんな。準備は OK かな?いいっすかね?じゃあ、行くよー。これで、いけるか?いや、厳しい、厳しい、厳しい。これ厳しい。ちょっと待って。なんでだ?俺、外れたな。厳しい。よし、あ、ちょっと待って。厳しいな。ちょっと待てって。ああ、もう雲も鬱陶しい。
雷打っとうぜ。おいおい、あきついきつい。よし倒そう、速攻倒そう。よし、硬いね。何サンゴハプーン、いやみんな外れかい、ほんと出ないな。 OK、また来た、また来ましたね。いいかな、準備 OK ね。まあまあここは槍でしょう、みんな槍ばっかり出ると見た俺は。よっしゃ、あ焦げついてるっけ。いや、あ変更か。お俺は当たりで、ヘビークロスボウ、殺戮、幸運の槍、あーまあここはちょっと出たかな。いやでもいまいちだわ。はい、それでは3周終わりました。3周目はまあぼちぼち出たかな。でもなんかいまいちだったね。やっぱりこの幸運の効力が下がってるんだよな。早く修正してほしいけど。ああ、ありがとうございます。おそらく次のねタワーシーズン7の時に修正来るんじゃないかな。あと1週間ぐらい、だからそれまではちょっと微妙な感じが続くかもしれませんね。結構コメントでもこの幸運の修正はよっていうのが結構あるんで、ほらほらほら、こういうのが出るでしょ、ノーマルで高いやつが。大事だよね、早く修正してほしいところです。もう本当に出ないもん、本当に出ないんだよ。こういうのがユニークで出てきちゃうからダメだ。はい、ということで、今日は久しぶりに古代狩りマルチで3回行ってみました。これ告知してちょっとやってみたんですけども、まあ、今後こんな感じで告知してやることもあると思います。その時はぜひ参加をよろしくお願いします。今はねちょっと古代狩りがかなり微妙な感じなので、修正が来る前はね微妙なので、ちょっとみんなでボスラッシュみたいなのをやってみたいなと今は考えてます。よろしくお願いします。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。